いいね、やっぱ俺はこいつは殺すべきじゃないと思うよ、本当に。俺は殺してしまったけどね、前回。こいつは絶対に殺してはいけない存在。こいつ固く、こいつほんま、俺まだ悪くないと思う、これ。悪いのはこいつ、鈴木、お前ほんまにずっと遺跡から出たいって言ってるけど、別に遺跡出へんくってもいいやん、別に。はい、出ます。これも神曲やな。俺は殺さないよ、ママ。いや、でもお前は殺す気ないな、俺のことを。おー、ちょっと優しさが見えた、今。いや、優しい。あれ？いや、俺は絶対に。これはちょっと、殺す気じゃないですか、本当に。優しさがね、ちょっと待って、優しさがね、ちょっと待って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 。ほら、ママのバタースコッチを食べるよ。俺は絶対に殺さない。ちょっと待って、危ない。俺は殺してしまったね。そして電話が一個、音が。俺はあの時殺してしまったからな。それから電話がかかってこへんくなってしまった。ああ、する。ちょっと待って、耐えろ、鈴木。バカなんか、お前は。お前はバカなんか、命かかってる時に。違う、ちょっと、優しさが、ママの優しさが。俺はまだ優しさがあるんよ。ほら、見ろよ、鈴木、お前。これがお前ぬくもりやぞ、これ。優しさやぞ、これは。え、待って、これもしかしてさ、これ絶対にこれママを殺さないといけない運命、これ。え、これ、そういう、あれ？定め？もうディスティニー？一向にここから進まへんねんか。俺は殺したくないのに。殺さないと進めないのかい？マジかよ。あ、ミサ、逃がすにしようとして。逃がすにしようとして逃げてもうた。でもなんかな、殺さなあかんっぽいしな。あ、そんな食らうと思わなかった。そんなとどめの一撃すると思わなかった。ちょっと待って、もっと気持ちの準備してから最後のとどめの一撃したかった。まあこうするしかなかったんやな。まあ新しい世界に旅立つには、犠牲は必要やから。またお前か。さあ、新たなる旅立ち。